はいどうも、アキです。パズドラ実況をやっていきます。はい、本日はですね、お久しぶりに、ゴッドフェス弾いていきましょう。はい、4周年記念イベント前半の方のゴッドフェスでございます。はい、で、今回はですね、いつも大体ゴッドフェスって、超絶3倍アップなのかな?が、今回、4倍になってますね。で、僕はですね、前半の方に欲しい闇カーリーが対象となっておりますので、前半弾かせていただきたいなと思います。はい、もう本当に闇カーリーさえ手に入れば、僕は割と組みたいパーティーが組めますので、もう何年言ってるんだって思うぐらい闇カーリーを求めているんですが、頑張って闇カーリー狙いでね、弾いていきましょう。で、まあ弾く前にね、本当にパズドラ4周年おめでとうございます。まあなんだかんだ本当に今の、なんだろう、ソサゲ界隈を作ったのも、まあ、もっと言うと YouTube 界隈を作ったのも僕はね、いや、本当に割とパズドラだと思っておりますので、もうなんだかんだパズドラはやめられないっす。はい、というわけでね、もうサクサク弾いていきましょう。そうですね。まあ、10連弾きたいと思います。はい、行きましょう。ガチャル。よいしょ。2体欲しいんだよな。まあ、1体もまだ持ってないんですけど、闇カーリーがね、2体欲しい。白雪姫。あ、で、今回あれですね。プラスも、4個ずつついてるのかなっていうところで、非常にいいと思います。おっとっと、今のパズドラで、白雪姫、親指姫、はい。今のパズドラで銀玉ってなかなか逆にすごいですからね。はい。おサリア出ましたね、サリア。行きましょう。そう。で、今44レベルでね、出るっていう、そこもまあまあありがたいというか。多少いつもより高めで出る設定になっております。まあ4周年にねちなんでそういう形になってるのかなと思います。って楓出た、ナイス。おてかここまで結構いい。あ、ちょっと待って、何回引いたか忘れちゃった。多分110何個でしたよね。さあ行きましょう。おあ、海幸って実は初だったかもしれん。ちょっと待って、今何回引いた。今5回引きましたね。はい、6回目行きましょう。よいしょ。さあ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 、ちょっと銀玉率は多いですが、まあまあここまでなかなかいいと思いますのでね。はい、7回目。さあ来い。ほい。ゴエティアか。いきましょう。8回目。さあ何出る。お、ヒカーリーありがたい。ヒカーリー僕2体目ですね。はい、普通にありがたいです。まあちょっと時代遅れ感すでにあるんですけど、やっぱ覚醒ランに2体入れたいんですよね。はい、9回目。さあ誰。お、アカソニアは本当にもうリアルに20体は引きました。ラスト。さあ誰。ほう。あ、フェンリルちゃん。うん、星5か。ということで、まあまあ良かったんじゃないかな。ここかな?一番良かったのは。サリア、カエデかな?カエデが嬉しかったかなと思います。まあ、星6一体引けたんでね、10連で。なかなか良かったかなと思います。まあ、光カーリーがね、個人的に嬉しかったですね、あと。はい。まあ、というわけで、なかなか闇カーリーが出ないんですが、まあ、気長にね、もう本当に気長にって本当年単位で僕出てないんですが、まあまあ、気長にね、パズドラの方もやっていきたいなと思いますね。はい。まあ、というわけで、ちょっと闇カーリーは育ててね、ちょっと覚醒ラーパーティーがこれで割とガチガチに組めるようになりましたので、もう覚醒ラーパーティーちょっとね、仕上げていきたいなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります色々な再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。